多分就活を始めたばかりの皆さんが興味てくれるんじゃないかなと思うんですよね。でそうするとなんか生命保険と同じような並びで、三井住友海上に入社したら、おい島村、今月自動車保険何件取ってこられるんだみたいなことを言われるような世界が待ってるんじゃないかなって思ってる人がいると思うんですが、そんな世界はないんですよね。まず損害保険って珍しくこう間接営業なんですよね。間に代理店さんっていうのがいて、その代理店さんがその先にいる個人とか中小企業とかっていうところには保険を販売してきてくださるので、はい、私がダイレクトにそういうところに提案しに行くっていうことはあまりないんですよね。じゃあ私何やってたかっていうと、そういう代理店さんの経営指導だったり販売指導だったりっていうのをしたりとか、あとはここにマーケットがあるから、ここに代理店を作ると効率的にそういう向こうは詰めていけるんじゃないかっていう戦略を描いてやっていくっていうところも、まあ損害保険会社の営業のまあ本質の一つなのかなというふうに思っています。